いやみんな、ハンティングライフ楽しんでいるかな？ワイバー抹茶です。やっぱり 4G はいいよな。久しぶりにやりたくなっちゃう。なんか、ナウだけやってるのもいいんだけど、こういう本家の、しかもちゃんとね、俺が青春の3年間をしっかり捧げていった、この 4G ね、やっぱり故郷として買いたくなりますよね。ということで、この実家のような安心感を誇っている 4G なんですけど、今日は、極限化セレル行数をやっていきます。久しぶりに狩るってなったらね、やっぱ眼乱するセレル行数、なんか無償に狩りたくなったんだよな。ということで、そんな欲求をぶつけていきます。攻撃力は、782の最高割数ガンランスになります。属性がないんだよね。ただね、空欄なんだよね、ここね、右のところで。切れ味が紫40で、スロットがこれ東証5が入っているね。もうだからもう属性以外が完璧なんだよな。しかも拡散型だしね。マルチだったらちょっとぶっ飛ばしやすいけど、ソロだったら全然支障ないし、単発火力最高だからな。まあ砲撃レベル4ではあるんですけどね、切れ味が紫40だから仕方ない。とにかく属性があったらね、なんかその属性のゴールだっていう風に言えてたんだけどね、もう毒属性でもよかったのよ、正直。なんでこれ属性ないの？覚醒すら。なんだ俺、ディア武器なの？5石は通撃後の達人12のスロニーという感じの汎用5石を握っております。発動スキルは挑戦者プラス2、見切りプラス1、真打ち混合対弱点特攻、砲術師という感じの火力もりもりだね。特に 4G は挑戦者に真打ち、弱特がもうなんか火力筆頭三重士みたいな感じだから、これが入ってるからね、もう火力は最高に出しやすくなっています。砲術師を抜けばね、見切りプラス2にできるんだけど、15% アップなんだよ、会心率が。5% しか変わんないんだよね。だからそれだったら砲撃レベル4のところをカバーするために砲術師入れた方がいいかなってなって、会心 5% を砲術師に回しました。あとは職人スキルは研磨術と長靴術というなんかよくわかんないスキルが入っております。はい、じゃあやっていきますか。大豆よろしくお願いします。いらっしゃいますね。ドーピングはもう済ませてますからな。攻撃プラス進撃陸か。久しぶりに 4G だけど、クエストが1分経過したら、こいつが出現してから、極限が解除できるようになるっていう仕様があるからね。かーったすぎー。一旦怒らせないとな。ここのところで。来た！さすがに攻撃だからな。で、こんだけ火力ぶっぱだけど。ナイス！さすがに転んでくれたな。聞いてくれなきゃ。弱徳挑戦に真打ちぞわれ。えい！いけるか？あ、ブリーやめて！久しぶりだな、ブリー。今日も猛威振るってるじゃねえか。ご挨拶がてらといったところですか。ナイスナイス、大谷爆弾来たー。ダウンナイス。これでいけるかな。よーし来た。解除がマジ1分経過したら OK なんだけど、あと手数ね、手数なんか火力じゃないんだよね。モーション値に依存するから、モーションに。だからガンランスでレア1だろうがなんだろうが、なんか決まった手数出せば解除されるんだよね。え、紫40前減ったの。あ、技物ないんだ、これ。チャークの装備運用してるから、適当に。弾かれが多かったから。紫40でもダメなのか。マジかよ。マジ言ってる、これ。ナイス！じゃ、技物抜き、変態ガンランスで、どこまでこのセレーギオスに通用するかどうかだな。助けて！アリ・ライラー！あぶれ。九死に一生を得ましたな。一旦先行使うか。まあ、多分飛んでくれでしょ、もう一回。まあナイス。大丈夫？緑茶ぶり。全然緑茶ぶりの体力は全然大丈夫だったな。俺だけだったら満身創痍になってんの。やめてね。ガリオスにだけ当ててね。その鱗飛ばし。鱗だけザコンジいらないからね。転べ！全然怒んないな。でも挑戦者じゃないでしょ。ブリやばくない？どうした？今日なんかブリやばくないか？ 2 週間ぶりの故郷に帰った 4G だからですか？久しぶりのご挨拶が激しいんですけど、なんか実家に帰ったさ、猫とか飼ってる人なら分かると思うんだけど、急に必ずこすりつけてきたり、甘え方が尋常じゃないよね。だからこれはね、あれなんだよね、ブリの甘えなんだよな、甘え。ブリなりの愛情表現と俺は見た。ナイスアベターゲット達成。ガレオスも思わず近くでぐったりしてるよ、かわいそうに。あぶれ。あと交流席が戻ってきたらあれなんだよな、最極の合図なんだよな、大体。それが来ないかどうか、今、ひしひしと恐怖を感じてるよ。最極が一番怖いからな、切れ味、浪費するし、端からで。な、ブーリー！ちょ、俺、そこにレギオスいた？いないよね、今。なんか、意図的に当ててない？愛情表現がすごいな。実家に帰ってきたような気分だぜ。痛い！痛すぎ、あ、あれ？
帰ってくる前に交流席が採曲を始めたぞと、セレルギオスがアップを始めました。タイムいくつだ今。3分経過といったところですか、出会い頭。うーあたら、あでも今進撃だから、弾かれはしないんだよね。で、切れ味に対して若干補正かかってるから、火力の出しどころといったところだな。で、なんか気がついたら勝手に怒ってんだけど。やばい、あれ、技物ないからやばい。技物なしガンランスがマジ変態すぎるだろ。あ、これあれか、怒ってる最中に極限化したんだ。最極。今、ヒーカリになった、秒で。攻撃はまだかな。進撃あるし、あと大体 4G のモンスターって、記憶正しければ5分経過ぐらいで、エリチェンしちゃうんだよね。だからこれで進撃使い切って、エリチェンしてもらって、その後攻撃使うとか、いう流れが良さそうだな。転ばないで、さすがのタフさ。やぶれ強作グレート飲んでてよかった。危ない大丈夫グレートモム大丈夫じゃねえの俺だけだけどな。いや、使うか。使うしかない。無制限の攻撃の交流席を。大丈夫か無理任せろ主人に。俺は帰ってきたぞ。2、3週間ぶりの 4G として。ちょ、無理射出されたゲネルセレタスに射出されるアルセレタスのように。まあ、正しくは原種じゃなくて亜種の話なんだけど、ゲネル亜種みたいに、かわいそうに、あの最下位の夫。あいつにもご挨拶したかったけどな、最下位のアルセレタス亜種。人気投票ランキング最下位だからな、裏楽器亜種と共に。4G の、非かわいそうなわけだよ。あまりにも。最極解除していく。ただ、切れ味がちょっとな、もう白ゲージだし、こいつどうなんだろう、底知れぬ体力を感じるけど。わー、おゲージになっていく。気持ちよくなさすぎだろ。技を話しがらず、紫40では無理があるっていうことが、ここで証明されてしまったな。先行玉使って、砥石やろうかな。これだったら。あ、ちょうど良すぎる。エリチンしてくれた。4G のあの、タチで会心率 100% ロマン構成みたいな動画撮った時は、エリア1に逃げてったけど、エリア1逃げじゃないな。さては。奥にいたか。クーラードリンクはいらないところだからちょうどいいや。多分そろそろ切れるでしょ、クーラーとかも。5分6分ぐらいで効果切れるはずなんだよな。やべ、今のうちに殴っておかなきゃほんと。最極を極限化じゃない時に殴るのが大事ですから。ダメージの出し方として。あんなガチガチ肉質にまたなられてしまったら俺困るからな。なんか弱ってる気するな、でも。何瀕死だから、怒り以降までがね、なんか、早かったと思うんだけど、やけに。3発ぐらい殴ってから、怒り以降したよな。いって !7 割を持ってくれた。モンハンナウの星8よりは優しいじゃねえか、軽く。モンハンナウはもう、だいたいワンパンだからな。グレード6防具を身につけてると。とんでもねえよ。おい、ちょ、紫ゲージなくなるの早えよそんななくなるの早いの。技物なしだからにしても、にしてもだろ、これ、速さ。尋常じゃねえよ。あぶね。縦向きでよかった。あー、最極。最極が。またやってきた、絶望の時間。ででででんでん。俺、人気投票ランキング、てっきり、この極限化 BGM、1位取るかと思ったんだけど、期待したんだけどな。なんか、バルファルクだったね。極限化 BGM のアレンジとか発表されるかなと思ったんだけど、そんなことなかったから、ちょっとびっくりしたよ、思わず。4G の旅として。よし終われ。思い出の中でじっとしててくれ。交流席はもう使えるけど、いける、削り切れる気がする。終われ。いや、ギリギリで転ばれ。あ、ではな、やっぱ弱ってるよな。弱ってやっちゃうよな、さすがにな。切り上げ、いや、ダメか。火力がギリギリ足りなかった。今、8分経過といったところか。あの、雷タッチの回心率 100% と、あんまりタイム変わらねえじゃねえか。手応えしかないな。やっぱりガンランスはいいな。火力も出せる、ロマンもある。そして堅牢な武器。さらに発掘武器もかっこいい。いいところしかないな。いいね。交流席なしだけど、沈んでいただきましょうか。ナイス!ナイス方向!からの、月々ひたすら連打、やめろ、ピッキリピッキリやめろ、マジで。
ぶりやめて。あぶれ。その定期的に俺に的確に当ててくる小樽バカさんなの？積年の恨み？わからないんだけど。俺何かしましたっけ、ブリさんに。でも、強いて言うなら1年間ぐらいブリの名前を、これ正確にはプリなんだよな、名前。をずっとブリって呼んでることぐらいかな。流撃砲フィニッシュ！よーし！殺生！手応えしか感じませんでした。対戦ありがとうございました。9分11秒か。いいんじゃない？ちょうど、なんか10分切りできたし。初陣にしては久しぶりの 4G。 ということで、ご視聴ありがとうございます。いや、まだ報酬受け取ってないな。剥ぎ取りはでもいらないんだよな。でも、あと、覇王の証あるかぐらいか。やっぱりご視聴ありがとうございました。ということで、久しぶりの 4G だったけど、いかがだったでしょうか。俺は久しぶりですごく楽しかったよ。やっぱ 4G でしか味わえないガンランスの楽しさもあるよね。でも、強いて言うなら、なぎ払いと流行砲がちょっと欲しいなっていうところもあるけどね。でも、この武器とかもまだ紹介しない武器とかもね、大量にまだまだありますから、まあこれが使えて俺は良かったかな。はい。じゃあそんな感じで、また次回の動画でお会いしましょう。多分次はモンハンナウだと思うけど。じゃあ、さよなら。ありがとうございました。